あの人の現在。辻のぞみ、現在の顔が変化しすぎで怖いと話題に。モーニング娘。の元メンバーで炎上ブロガー、そしてママタレントとして注目を浴びている辻のぞみさん。最近は4人目のお子さんも出産し話題になりました。そんな彼女が現在、明らかに変わった外見に整形疑惑が浮上しています。辻のぞみさんはアイドルとしても大人気で、30代になった現在もとても可愛らしいお顔をされていますが、幾度となく整形説が囁かれています。確かに12歳から活躍されている辻のぞみさん。成長もあるかとは思いますが、変化しすぎとの声も多く上がっています。最近の辻のぞみさんは目が大きくなっていて、鼻筋も以前よりもシュッとしている印象です。彼女のことを知らない人が見たら、同一人物だとは思えないのではないでしょうか。その中でも一番疑わしいのは、やはり目ですよね。デビュー時も二重ではありますが、割と切れ長の目のように見えます。そして現在はまさに半月状で、メイクの力もあるかもしれませんが、かなり大きくなっているように感じます。また、デビューの時は普通に見える鼻ですが、現在はかなり鼻筋が通っています。鼻も顔の中では大きな印象を占めますから、鼻が変わると顔はかなり違って見えます。また、デビュー当時の辻のぞみさんは、刃がとても印象的です。最近の辻のぞみさんは、歯並びが良くなっていて、刃がなくなっています。そんな中、整形疑惑を調べる中で、金スマで整形を認めたという話題が出てきました。それが、2015年10月に放送された、中居正広の金曜日の妻たちへの中で、モーニング娘。OG が集結した際に、辻のぞみさんが整形を認めたという内容です。ですが、実際には、整形を認めているわけではありませんでした。化粧をするとすごく変わるのは誰かという質問で、メンバーが満場一致で辻のぞみさんだと言い、行って楽になりなさいと整形確定のように話を盛り上げたことから、やはり整形していたと結論付ける人が出てきたということでした。辻のぞみさんは2010年のブログにてご自身で過去と現在の顔を比較されています。その中で、整形は本当にしてませんと否定されています。カラコン、マスカラ、マツエクを駆使してメイクをしており、整形ではないと説明しています。しかし、これは2010年の話。それから9年経っているので、この後に整形していないとも言い切れませんね。